新当主ご就任おめでとうございます。まず舞台は日本の中世、約1000年前です。京都に首都がまだあった頃です。その頃の日本では、鬼とか妖怪とかがまだその辺にいっぱいいるって信じられていました。で、その舞台で、約2年の寿命っていう呪いをかけられた一族が、何代も何代もかけて、その呪いをかけた、鬼を、何とか打ち果たすっていうのが概要です。今月はどっから手をつける？かなり古い RPG だと自分では思っています。で、古い RPG、まあアクション性もほぼないですし、ただゆっくり自分のペースで遊べる、そういうものが好まれてると思います。このゲームの主人公は決まった主人公ではなくて、プレイヤー一人一人が、違います。で、名前ももちろんつけるんですけど、自分の顔を、ビータのカメラで取り込んで、それをゲームの中で、操るっていう形ですね。それによって、プレイヤー一人一人が、全く違う自分だけの一族をずっと作っていくっていうところが面白いんじゃないかと思います。びっくりだね。なんか気合入りまくりだよ。そうですね、日本を知ってもらいたいかな。日本でもファンタジーっていうとどうしても西洋っぽいものをっていうのがあるんだけど、僕らの日本にも、西洋に負けないぐらい、あるいはギリシャ神話に負けないぐらい、ちょっと変わった不思議なファンタジックな世界があるんだっていうのがちょっとでも伝われば嬉しいです。じゃあ当主様、名残惜しいけどさよなら。いろいろありがとう。プレイステーション。